選手です。お願いします。いいでしょう、入ったでしょう、いいんだと思いますよ。65ですね。65、はい、ということで三河さんの81キロが81キロ、三河さんの最終的に三河さん81キロは優勝です。サーブスピードクイーンコンテストは以上になりまして、いよいよラスト15点の第3セットに突入します。さあ最後はもっといろいろ起こるかもしれません、コートサイドにいらっしゃいます直樹さんと優子さん、そして大林さんに、会場をさらにヒートアップさせていただきたいと思います。お願いします。はい、さあ最終セット15点ですから、いろんな動きをしていただいて結構ですが、お客さんにリクエストありますか。お客さん、ちょっと待って、ちっちゃい、僕あるリクエストある、リクエストある、おしっってやめてよ。お、もぐもぐしながら彼だ、僕も見たもったいじゃな。どうします、むしろ見せたじゃない、僕も前に出たいです。君さっき出たんちゃうか、前に出たいか、でも危ないからな。考えとこうね。怪我したら怖いから。そう、メモしてるからね。ごめんな。せっかくチーム楽しそうだった。ほんまにごめんな。はい、では仕切り直して第3セット、まもなくスタートです。
先言ってました。見たいからね。はい。シエと普通に入ってらっしゃったんですよ。びっくりした。さすがです。Ha ha ha!
テクニカルタイムアウトはありません。ここでコートチェンジをしますか。はい、あの時間ないから届きます。もうあの届きますか。はい、ここでではチームハネメント V にコートチェンジになります。コートチェンジです。さあ、そして3セット目は15点になりましたので、はい、あと V リーが7点入れば、試合が終わります。まあ、そろそろ V リーとか跳ねてもまた、ね、会社のところから皆さん出てくるかもしれないですね。今の川本監督の方は本当に1セットまだ取ってないですから、秘策を考えていただいております。このセットは取りに行きますよ。なんかやってた、ね、やってた、取りに行きますから。ありましたね、そういうの。そういうの、そうでした。真面目に行こうね。みんな真面目なんですけど。さあ、行きますよ。